こいつ、親なし貧乏のかわいそうなやつなんだよ。どうせ今も貧乏だから、狙わない方がいいよ。その発言に、周囲の女性陣はドン引きだったが、俺の同級生は全く気がついていない。言われた当事者である俺は、誰にも気づかれないように、こっそりとため息をつくしかなかった。俺の名前は、前本翔太、30歳。幼い頃から両親が不仲で、俺の前でも平気で口喧嘩をするような仲で育った。翔太が赤ちゃんの頃はお父さんもまだマシだったんだけどね。なんであんなしょうもない人と一緒になっちゃったのかしら。父の不在時には、そうやって母がたびたび愚痴をこぼす。独り言なのか、それとも俺に聞かせているのかはわからなかったが、父と母が仲良くしてくれたらいいのに、そう願うばかりだった。だが、俺の願いも虚しく、両親の別れは早々に訪れることに。父が別の女と浮気をして、家を出て行ったのは、俺がまだ小学校に入る前のこと。それからは母と二人暮らしになった。若くして結婚し、俺を産んだ母はまともに働いた経験なんてない。それゆえ、これといった資格も特技も持っていなかった。手っ取り早く稼げる仕事ということで水商売を始め、生活を支えてくれようとしたのだ。俺は父のことが嫌いではなかったが、父が出て行った時には、これでもう両親の喧嘩を見ずに済む、とほっとしたところが内心ある。だが母が夜の仕事を始めてからは、子供ながらに辛い思いをすることが多かった。毎晩一人で留守番をするのは心細かったし、ろくに食事だって用意してもらえない。母は何日も家を空けることもあり、食べるものや着るものにしょっちゅう困っていた。今だったらネグレクトとして児童相談所に通告されてもおかしくないだろう。だが当時はそんな言葉はなく、明らかに身なりがボロボロで痩せ細っていた俺のことを気にかけてくれる大人は誰もいない。学校の先生すらも。俺自身、辛いと思うことはあっても、誰に相談していいのかわからなかったのだ。そんな俺は、同級生たちの間で、いつも馬鹿にされている。お前さ、なんか匂うけど、ちゃんと洗濯してねえんだろう。給食もやたらおかわりしてるし、家で食べてねえの？同じ洋服を洗濯しないで立て続けに着ていたのも、給食でお腹を満たそうと必死だったのも事実なので、俺は言い返せずにいる。そんな俺をニヤニヤと見ながら罵倒するのが、グループの中心人物、白石だ。白石はエリート一家に生まれ、見るからにお金持ちの子といった身なりをしている。ブランド物なんて無縁の俺には、いくらぐらいするものなのか全くわからなかったが、取り巻きたちがいつも、すげえとか、いいなぁ、ともてはやしていた。そんな白石にとったら、俺なんて格好のターゲットだったんだろう。俺が持っていないものを白石は有り余るほど持っていたのだから。お前の父ちゃんは出て行ったし、母ちゃんも毎日飲んでくれて帰ってこないんだろ？かわいそうにって、うちのママが言ってたけど、ぶっちゃけ俺らには関係ねえよな。取り巻きたちと、そう俺のことを嘲笑する白石は、わざわざ俺の顔に自分の顔をすごく近づけてから、さらに畳みかける。まあ、生まれた時点で、勝ち組と負け組って人生が決まってるってことだよな。白石たちはいつでも俺を馬鹿にすることで周囲の笑いを買い、それでいい気分になっているような奴らだった。
俺だってもちろん悔しい気持ちはあった。こっそりと担任の先生に相談してみたことがあるが、翌日の学級会で変な取り上げ方をされてしまう。人を身なりや家庭環境で判断してはいけない。先生としては良かれと思ってやったのかもしれないが、これでは俺と白石たちのことだって誰が聞いてもわかるじゃないか。議題に沿ってディスカッションを繰り広げ、一応人の気持ちを傷つけるような発言は良くないのようなまとめにたどり着く。だが俺は被害者としてそこに座っているのが苦痛だったし、ずっと白石たちの睨みつけるような視線を感じていた。その日の帰り道、白石たちに、ちーくんじゃねえよと案の定絡まれてしまう。それから奴らの俺に対する嫌がらせや暴言はさらにひどくなり、先生に相談したことを後悔したのだった。どうして俺がこんな惨めな思いをしなきゃいけないんだ。あんな嫌な奴が恵まれた環境で育っているのに。誰もいない家で一人そんな暗い気持ちに苛まれる。だが白石を恨んでも状況は何も変わらなかった。どうやったらあいつの鼻を赤してやれるだろうか。家庭環境や持ち物では太刀打ちできないし、白石のようにいろいろな習い事だってさせてもらえるわけがない。お金をかけずに、俺がやれることといえば一つだけしかなかった。それは勉強すること。白石は有名な進学塾に通っており、とても勉強ができるのも自慢の一つ。常に学年1位の成績を取っている。俺はその立場を奪ってやる。そう決意したのだ。塾にも行けず、参考書だって買ってもらえないような、俺に任されたら、あいつどんな顔をするだろうか。白石の悔しそうな顔を思い浮かべ、それを原動力に毎日必死の努力を続けた。授業の予習復習はもちろん、わからないことはしょっちゅう先生に質問した。家に帰っても誰か待っているわけでもないし、週末だって家族と出かけたりなんかしないから、時間だけはたっぷりとある。図書館にも通い詰めたり、お金をかけずにできることは何でもやった。すると、俺の成績は面白いように上がり、中学に進学してからすぐ白石を抜いて学年ナンバーワンの座に。お前、あんな点数はおかしいだろ。カンニングとか何かズルをしたに決まってるよ。抜かれたことがよほど悔しかったのか、白石は取り巻きたちと一緒に俺を責めた。だが、これこそがずっと待ち望んでいた瞬間。俺は優越感を覚え、ふっと余裕の笑顔を浮かべて白石たちをやり過ごした。背後にはまだ文句を言っている白石たちの声が聞こえていたが、そんなものはもうどうでもいい。お金がなくて塾に行けなくても、自分の努力だけで結果が出せるのだ。それを実証した俺は、勉強することが楽しくて仕方がない。母さんにも1位取ったことを話したら褒めてくれるかな。胸を躍らせながら帰ると、珍しく玄関に母の靴がある。急いで靴を脱ぎ、母さん、聞いて。今の戸を開けた。俺が見たのは、血を吐いて倒れている母の姿だった。そこからはパニックになりながらも救急車を呼び、俺も同乗させてもらって病院へと向かう。医師の必死の治療にもかかわらず、母はほどなくして息を引き取った。家を出てから全く会っていない父とは連絡が取れず、母は親戚付き合いもほとんどしていなかったようだ。
どうやら俺は施設に入ることになりそうだ。正式な行き先が決まるまでは今の学校に通うということ。数日後に登校すると、白石がまたあのニヤニヤした顔で近づいてくる。テストでズルした罰が当たったんだな。でもまあ、親も金もないんだし、俺は心が広いから、あんくらいの花は持たせてやるよ。もちろん、俺に言い返す気力なんてない。母を失った喪失感で、心にぽっかりと穴が開いたような状態だったのだ。今のお前にあんなこと言うなんて、さすがに白石のやつひどいよな。クラス中の同級生たちがドン引きしており、白石の取り巻きですら、そうやって同情の声をかけてくれた。近くに俺が入れる養護施設はなく、転校することが決まった。クラスのみんなが色紙に寄せ書きをしてくれて、一人一人のメッセージをありがたく読ませてもらった。白石は真っ赤なペンで、負け犬あばよと殴り書きのように大きく書いてあった。それから十数年後、今日俺は仕事で地元に立ち寄ることに。休憩時間にファミレスで食事をしていると、あれ？もしかしてお前？そう声をかけてきた男性が。当時からは背が伸びて声も少し変わっていたが、それが白石だと俺にはすぐに分かった。久しぶりに会った白石は自分が一流商社の山沢に勤めていると自慢。俺も自分の近況を話そうとするが白石に制止された。そんな作業着姿を見たら分かるって、あんなことがあったんだからまともな職にはつけないよな。俺を嘲笑するような目は当時のままだ。どうせ彼女も嫁さんもいないんだろ。今日ナースたちと合コンやるんだけど、欠員が出て困ってるんだ。白石は俺のことをそう誘った。一人で暇してるくらいだったら合コンに来いよ。どうせ出会いなんかないんだろ。確かに仕事ばかりしていて、彼女だって嫁さんだっていない。それに、今日の夜はちょうど空いているが、白石と合コンに行くのはあまり気が進まなかった。いや、俺は遠慮しておくよ。だが、よっぽど困っているのか、白石はなかなか諦めない。しつこくて仕方なくというのもあったが、途中で考えが変わり、わかった。じゃあ行くよ。と合コン参加に了承した。その日の仕事が終わり、俺は宿泊しているホテルへと一度戻った。私服に着替え、指定された合コン会場に向かう。女性陣から一人一人自己紹介した後、白石がここぞとばかりに自己アピール。すごい！山沢って一流企業ですよね。白石さん、エリートなんだ。女性たちのそんな歓声を受け、白石は快感に酔いしれている様子。最後に俺も自己紹介をしようとすると、白石が、お前は無理して喋らなくていいよ。辛気臭い話を聞いたら場がしらけちゃうしさ。周りは突っ込んだことを聞かない方がいいと思ったのか、俺はまるで空気のような存在に。だが、そんな中、一人の女性が俺に話しかけてきた。それ、あのブランドの洋服ですよね。確か、BTST の衣装にも使われたっていう、すごくお高いブランドだったはず。その女性が口にしたブランド名に、俺がうなずいてみせると、白石は、さも面白くないといった表情で、俺のことを罵倒し始める。合コンのために無理して買ってきちゃったわけ？けなげなやつ。俺は、別に、ただの私服だけど。と答えたが、もちろん、そんな返答も気に入るわけがない。
作業員のお前がそんなブランド物をホイホイ買えるわけないだろ。強がるなよ。そんな俺たちの会話をいぶかしげに聞いていた女性たちに向かって白石は昔のように俺のことをネタにしようとした。こいつ親なし金なしのかわいそうなやつなんだよ。今も貧乏だから狙わない方がいいよ。これまでのやりとりに加えてこの発言にみんなドン引き。だが白石が空気を読めないのは相変わらずのようで、一人ヘラヘラと笑っている。そこに、遅くなってごめん。一人の女性が現れた。美人揃いの合コンだったが、その中でもひときわ美しい女性だ。目を光らせた白石が、こっちに座りなよ。そう声をかけるが、女性はそれを無視して俺に歩み寄る。ひょっとして、前本先生じゃないですか？私、研修の時にお世話になった、クラマーあやみです。その女性の言葉に首をかしげたのは白石だ。作業員なんかに先生って？それに、こいつは浅田って名前だけど、誰かと勘違いしてるんじゃないの？すると、今まで自己紹介をする機会すら与えてもらえなかった俺の代わりに、クラマさんが俺を紹介してくれた。こちらは前本会病院のオーナーの息子さんですよ。有名な外科医でいらっしゃる前本先生です。倉間さんの言葉に白石はわかりやすく動揺し混乱している様子だったので、俺が説明することに。数十年前、施設に預けられる直前、母の当園である前本という人が俺を引き取ってくれたこと。医者でもあり、経営者でもあった養父は、俺の優秀な成績を聞きつけ、養子に取りたい、とオファーをしてくれたのだ。俺は、その話を受け、養子になり、それからも必死に勉強を続けて、医者になった。以前は浅田だったが、俺が前元に名前が変わったのも、そのため。今回この町に訪れたのは、養父が次に建てる病院の視察が目的。汚れを気にしなくていい作業服姿だったのはそういう理由からだった。そして今日の合コンに参加したのはなんだかんだ言って白石というライバルがいたことに感謝しているから。最初は断っていたが途中から考えを変えたのはせめてものお礼に、とそう思ったのだ。なぜなら、俺がいい成績を取りたいと思うきっかけを作ってくれたのは白石だったから。そこまで聞いたところで、女性陣は全員俺に群がった。さっきまでは白石のことをチヤホヤしていたが、俺が外科医で有名な病院の跡取りと聞いた後からは、もう白石のことなどどうでもよくなってしまった様子。さらに、白石が連れてきた男性陣も、さっきまでとは打って変わって積極的に話しかけてくる。有力者の息子である俺とつながりを持ちたいようだ。そんな白石はというと、青白い顔で一人ポツンと孤立していた。そして合コンが終わってからしばらくして、あの時知り合いになった白石の合コン仲間から、とある話を耳にする。あの後も懲りずに合コンをしていたが、とある合コンで元カノと遭遇、嘘をついていることを暴露されたらしい。確かに白石は山沢に勤めていたが、その嫌味な性格が周りに嫌がられて孤立、すぐに退社したようだ。それからは定職に就かず無職のままだったが、見栄を張りたいあまりにまだ商社勤めと言っているんだって。両親からは一族の恥なんて言われ家も追い出された。さすがに何とかしなければとハローワークに通う毎日。だが高望みしすぎてなかなか仕事が決まらないようだ。元カノの方は騙されていたことをずっと恨んでいて合コンで再会した時に復讐のチャンスと思ったみたいだ。
大勢の前で恥をかかされた白石は、その後の行方がわからなくなった。金持ちのエリート一家に生まれた白石が、あんな風になって、みんなに馬鹿にされていた俺が、今や恵まれた立場にいる。人は生まれながらに、勝ち組と負け組に決まっている、なんて嘘だと思ったよ。もちろん俺は、運やご縁に恵まれたというのもあるが、それ以上に自分の努力や誠実さが大事なのだと心から思う。チャンスを与えてもらったことに感謝の気持ちも忘れずに、俺はこれからも努力を続けていきたい。